の客人？それってもしかして。こっちだ。ドリームリーフのドールは彼女だ。みんなすロビンさん、クリッサさん、私は現実世界。分かっていた。お別れの時間が。エマとアンディは鳥に例えるな。私は両足。あなたたちがピノコニーの。ご心配なく。私たちは翼が欠けている夢の偽りの空に。無事な姿を見られて嬉しいわ、ロビン。請求列車のここにいるということは、ピノコニーに戻ってから。でも今と美しい夢の。私がピノコニー、その後ファミリーに。こうして聞いた感じだって。ええ、残念なのはこんなの。ロビンさん、ヨミさんの霊からか。とにかく私はどうして時計屋の見合い。私は諦める。お兄ちゃん見て、ハーモニービジョン。でもなんだか弱ってるみたい。いや、こいいかも。僕が当主に頼む。カゴ、どれどれ。ああ、うん、それはこの子は名取は。僕もロ知っての通り、そういうハーモニービジョン。そうして、つまり鳥は。僕は空を飛ぶこと。うん、はい、僕は。よろしい。この子は。行ってみなさい。もしこの、つまり僕たちは。いい夢を見てるようだな、小鳥。目を覚ませ。どうした、立てない。私は、うん、ロビンがどこにいるか。どうせ最初に気にするのは妹。安心しろ、この状況。もし本当に私、うん、選択。お前なら俺の目的は分かってるだろう。虚構が見抜かれた以上、俺に残された時間は少ない。もう駆け引きをするのはやめだ。俺はお前と手を組みたい。なぜ私と手を組めると思うのです。ふん、あの名高いロビンもこっち側につくことを選んだからさ。さらに裏切り者の手がかりとピノコニーの明るい未来、これだけのものを入れたカクテルがあればお前を満足させられるか。嘘にまみれた人間が真実を口にするとは到底思えませんね。大丈夫、俺のことは信じなくてもいい。お前が信じるべきはお前の心の中にある正義だ。まずはロビンに会わせてください。ああ、お望み通り彼女が来たぞ。これはどういうペテンですか。冗談だよ。このお嬢さんが俺たちをロビンのところに連れて行ってくれる。そうだよな。うん、私も請求列車も含めてあなたに聞きたいことがある人たくさんいるからね。そいつは結構。ではこちらへ。高貴なるオーク家の当主様、これで役者は揃った。これがさっき言った慰霊碑だ。書かれてる名前はあんたたちならよく知ってるだろう。ラザリナ、そしてティエルナ。ピノコニーが辺境の監獄と呼ばれていた時代、開拓がここと他の星々とつなげてくれた。彼らはアスデナを救った英雄。その名はこんな小さな石ころじゃなく、もっと歴史のある大きな石碑に刻まれるべきだ。しかし今、宴の星には美しい夢しか残されてない。あの重い歴史と監獄の姿はもう跡形もなくなくなってる。
彼らの名前が石碑に刻まれているということは。ミカの言う通りなら、彼らはずっと昔に亡くなっていることになるわね。ラザリナは独立戦争で犠牲になった。奥室の流れを明らかにするため、一人でシャドルに乗って星系の中心に行き、そのまま帰ってこなかったんだ。ティエルナンは銃の扱いがうまいカウボーイで、強くて頼れる男だった。彼は人々を率いて悲惨な対外戦争を乗り越えたが、真の平和が訪れる日までは持たなくてな。戦争から10年が経った頃、ピノコニーはひどい内憂外患に陥った。アスデナのためにティエルナンは再び開拓の道を歩むことを決め、アークティッド家を率いて星系外を探索したんだ。だがスウォームに包囲されて全滅した。予想はしてたけど、実際に先輩たちの話を聞くとやっぱり悲しいね。彼らの人生は未知の世界への旅の上にある開拓の名に恥じないものでは。でもこの名前のない慰霊碑は、ドリームリーフが誕生した時、その記念碑の主はまだ死んでいなかった。だがその人はいつか来る日のためにと言って、自分のために無名の碑を建てたんだ。星宮列車ご一行、また会ったな。ロビン。その兄弟には少しプライベート…あ、たま…な…正直…その兄弟はし…改めて自己主…虚構歴史学者の…虚構歴史…いや、おも…ミカに確認したから…ご理解いただい…答えはいた…性格？おっしゃる通り…美しい夢は無…それほどの偉業…そして、今の宴の星は…宴の星が話は過去に、その性格は全ての転換点、モントール星系、そのファミリーが、それどころか、それはそれで、さっきの海を生み、それは命だよ。迷い、俺たちは窮地に陥った、眠り、それが、それだけじゃない、つまり、うん、それで、そのそれはあの羽、おしゃべりは済んだ。それはやっぱりそうなのね。性格を利用、うん、あなたの言うと他に選択肢はありませんでした。夢の主の形跡を捉えるのは難しく、当主たちですら彼に会うのは困難ですから。しかしゴフェルさんは私と妹にとって恩のある方、こんな結果は知りたくありませんでしたね。恩ってどういうこと？実は私たち今日でも、だからといってファミリーの裏切り、私たちの、オーク家の党、私はお前らが立ち共通の目標が、私たちはうん、七死人、その列車組は感謝します。
ベルトさん。皆さんも。調和セレモニーは間もなく幕を開ける。もう時間はあります。みんな、こっちに来てくれ。出発前にまだ準備したいことがある。同行を申し…え？よ…ピノコニーのファミリー…そういうわけに…うん。思った通り、おそらく彼は…アベンチュリー？言っただろう。交渉に問題があれば、ファミリーが正確に手をつけた意図が明らかになる。唯一の賭けは…幸運を祈ってるわ、ベルト。ああ。君たちも慎重にな。死を押すたとえ夢のあるじ…ギャラガ、なぜそう思う。出発前、私が間違っていなく…ふん。あ、請求列車か、姫子さん。ええ。そして…出自…ふん。あの最後の七死人は死ぬ直前。ついてこい。今こそ、それが再び日の目を見る時だ。またここに戻ってきた。よう。俺は時々あんたが死んだことを忘れちまう。約束通り最後まで気にしてた後輩を連れてきたぞ。どうしてあの列車のことを忘れずにいたのかはわからないが、あんたが俺たちを失望させるなよ、じいさん。彼の終点はすぐ目の前の花園にある。ピロコニーの最時計屋。彼が残した遺産を何しろ見せてちょうだい。あれ、どこの夢の泡、一体どういうことなの。いや、彼はいつも、俺はずっといたずらじじめ。いいえ、ギャラガー。ふん、なんだ、まさか。イハイルが未来の七死人を信じたように、私たちも過去の七死人を。この夢の泡には、俺は神秘の運命を歩む人間だから俺にもわかる。うん、あんたのペットを貸してもらえる。黄金ミハイルのために。ホテルレバリーへようこそ。俺たちは請求列車の七死人だ。チェックインしたいんだが。請求列車ですが、それなら以前。ああ、仲間たちは先にチェック。かしこまりました。ですが。また予定が変わったんだっつーの。俺は請求列車に乗ったばっかの新人七死人、名前はパムだ。こいつは俺の仲間だ。
俺たちがファミリーの招待に返事をしたのはこいつが列車に乗る前だったからシステムに記録。ああ、そういえば先にチェックインされた七死人の方々の中に前例がありますので、連絡が取れないというのは申し訳ないのですが。だったら部屋番号。恐れ入りますがお二人。じゃあ、あんたが適当な。そちらもいた。あれもダメ、これどうか。だが確かに。さ、ベイビー、お客様。彼女は俺。まずいかもしん、うん、俺は気になることがあるから少しここを離れる。行け。仲間が行方不明になって炭鉱のやつも焦ってるはずだ。少し時間もやるか。心配は判断を鈍らせるからな。ここにあるもの全部高いところにあるんだけど。どうしてまた遅れてるんだ。ここにある。もうすぐ調査。よー、あんたらも調査。ううん、この程度。嘘だ。そいつはどうかな。まあそんな話を。事件？何のこと？何を慌ててるんだか。いい。まあその通りだな。俺もこの祭りを盛り上げる。この。こんにちは、私はほよ。ちょっといいか。夢の中で何があったんだ。え、何も聞いてねえのか。どこで聞いたのか知らないけど、そんな噂は新各クランの当面の最優先事。そう言ってくれんなら安心だ。嘘をついてる感じじゃ。帰ってきたか。彼女はまだ。ああ、従業員も結構。ああ、ホテルを一回りしてきたが。ホーリースイート。ここに長居しても仕方がない。ひとまず列車に戻ろう。そう焦んなって兄弟。カンパニーとやり。おとなしく待っていろというのか。別におとなしくする必要はないが、とにかく今は待った方がいい。ファミリーが何か企んでても俺ら二人が来ることは予想できねえ。奴らにとっちゃ、奴らも警察に。俺がファミリーなら。もちろん。それはあい。そう、確かにメモキーパーとは。悪いとは思っちゃいるが。どうやってビップルームに入るつもりだ。なーに、都政の知恵を使えばいい。俺に任せとけ。顔認証失敗だと。ポンコツ機械め。あんたがここの。ええ、そうですね。俺らは請求で。俺ら兄弟はおい、お前のと。これは正当な権利。お二人とも、ご。ほら、次から。はあ、さすがは宴の星。現実のバーもこんなに立派とはな。ようこそ。随分勇ましい客だな。よう、アスデナの。そんなはずはね。そんな高い。おかしいな。どうする。まあいい。どれどれ。そいつはドリン。君は何にする。何でもいい。お前になら今日のスペシャルドリンク。この濃厚な黒色火薬で焼いた肉に火山が水素水をぶっかけた味、まったく最高だぜ。さすが銀河系で最高のシェリーダル熟成モルトジュースだ。黒色火薬でやり。二人とも満足してくれた。半システム時間待って、あのメモキー。状況は確かに。そもそも
読みに関してあんたも知ってるだろう。先週にはこういうこと。臨時知ってんならそれでいい。とにかくだが、そんな人物が相談って、俺はやはりあの招待状が全部超人間ってのは本だが、アイオンならそんなこと、この事件の背後そうとは限る全部だが、俺はそれは絶対、あ、数えきれないほどのあんたが何を、だからこそ万が一あのメモキーパーが現れなかったら、お前の予備プランは、俺本担当、何を考えて、決まってんだろ。ダメだ。なんでだよ。二人とももう行くのか。じゃあ、どうやら、ああ、そう、請求で彼女からのメッセージで結局大回りして。お、帰ってきたか。ついさっき乗ってきた二人の客がブートヒルを探して、おお、二人、彼女じゃ。請求列車はどんな乗客も歓迎するが、どいつもこいつもこっそり忍び込んできよって。お前らさすがに堂々としすぎではないか。ごめんなさい、車掌さん、失礼をお詫びするわ。ガーデンの人間には慣れていると思ってしまって。今ピノコ、お前が例のメモキーパー。はじめまして、炭鉱さん。とは言っても、私は他の人の記憶の中で会ったことがあるけど。そんなことより、もちろん、でもその前に自己紹介させてちょうだい。私はブラックスワンが、彼女自身に話してもらった方がいいでしょう。はじめまして、ヨミだ。はあ、ホーリーベイビー。おい、ガーデンの俺を裏切ったな。誤解しないでくれ。これは私が頼んだことなんだ。訳あってピノコニーから追放されてしまって、このメモキーパーが一緒に来てくれたおかげで、密かにファミリーの支配から抜け出すことができた。実際には一緒に来たんじゃなくて尾行してたのよね。やり方も決して密かにとは。まあ、そう思っているならそれでいいわ。私は彼女にファミリーの目の届かない場所へ連れて行くこと。信頼？おい、かわいい。だとしても、まずはあんたのどてっぱらにいくつか穴開けて、何が入ってんのか確かめさせ。その必要はない。あなたが知りたいことは全て教える。だがそれは今じゃない。私の正体が、しかない。何がしかないだ。こうすることでしか、頼む、請求れ。それはどういう。私の見立てでは彼女に悪意はない。本当のことを言って。炭鉱、私はあなたの仲間にしばらく同行したことがあって、彼らがどこにいるかも知っている。七死人たちは無事だ。ブートヒル、もう気づいていると思うが、私はあなたを待っていた。巡回レンジャーの行方は定かではなく、お互いの交流もほとんどない。こうしなければ本物の巡回レンジャーに会うことはできなかった。そしてこうしなければ、私は長年の約束を果たすことができ。彼の遺品を、ある人は言った、全ての雨は天が世界に与える慈悲であると。雨は神の涙であり、人の世の悲しだから。この雨はどのくらい続いている。かつては私も君と同じように、いつかそれが止むことを願っていた。
そして数年、数十年どうやら。さて、凡人が運命の道、そしてな、血罪で、それは、かつては私の、あなたは、見守る、あれは悲惨、遵守の、そして私、だがあなたは、君から見れ、しかし、私も手伝おう。何のために？虚無の意味。それは私の求めていることでもある。そうだな、ありがとう。見知らぬも。その前に、もう一つ聞きたい。確かに。血罪霊の行い。そしてこれが、死者たちの望んだ結果だとしたら。私たちはそれを変えるべきなんだろうか。いい質問だ。そしてただ分かっている私の墓前にも花を手向けてくれる人がいることを心から願う。我らが幼子、しかし大人とな、祝福をお授け。こちらへ来なさい、家族よ。私は御意のままにルーサン家に仕えて10年。そして私は怠慢。あなたの心はこれを深く誓います。あなたは心から我が身を誓います。あなたは身をもって務め誓います。よろしい。他の家族にシペを称えます。次の方、誠心誠意懺悔します。安心なさい。実は、ええ、私と一緒にいたところで、あの子たちは、でも結局ファミリーはありがとうございます、ありがとうございます。次の方、前。お久しぶりです。私はすでに、いいでしょう、以上。他にはあり、あなたは罪を、罪？ファミリーの手口を知らない人がいると思いますか？時計屋のことはお忘れで。羽頭さん、その手は食いません。あの夢追い人たちを騙すように自分まで騙すのはやめてください。今後は聖句を唱える前によく考えた方がいい。今日の国会は調和の楽園に入るのに十分ですか？三つのか、もし強者が、もし弱者が、もし善なる強きを持ったあれが。兄様、兄様。問題ありません。サンデーさんが兄全ての人を知らとえ交渉が、二人の決意を。ところで俺、夢の主はみんなが納得で、ええ、そろそろ時間だ。大丈夫だ。わあ、サンデーさん、そうそう、早くこちらに。助けが必要な方がいるようですね。見に行きましょう。サンデー、手を伸ばせば掴んで懐に入れられそうじゃないですか。ねえ、そう思いません？月？ええ、でもあいつら家財道具を売り払ってまでピノコに。家財道具を全部？どうして。やっぱりこれはな、ああ、それではまた。どうしました？夢の地に、さっきの人はどんなに甘い夢。ああ、なるほど。どうして？あなたはさっき、人は常に、ですが。兄様は。はい、適者生存。ここに悲劇はなく。さっきの人は、ええ、